スーザン・ショーン・ハルジョスーザン・ショーン・ハルジョは、アメリカ・インディアンの民族運動家、詩人、作家、教育者、ジャーナリスト、キュレーター、人権活動家。1945年6月2日、オクラホマ州エルレノにシャイアン族、ホドルギー・ムスコギー族として生まれ、オクラホマのベックスにあるムスコギー族用の割り当て地で育った。割リアテというのは、 オクラホマが19世紀末にインディアン保留地の保留を解消し白人入植者用に放出した際のインディアン用に割り当てた土地のことである。電気も水道もない極貧の家庭でスーザンは11年間過ごした。当時の彼女にとっての豊かさは氷を入れた水を飲むということだった。スーザンは合衆国と最後まで戦ったシャヤン族。 アラパ法族の戦士の精神の中で育ったと語っている。彼女の曾祖,祖父はシャイアン族の戦士、ブルベアーだった。12歳から16歳までの間、スーザンは米兵だった父親と共に米軍中流地であるイタリアのナポリで過ごした。ナポリの人々の大家族的な暮らしはオクラホマのインディアンとよく似ていて親近感を覚えたという。スーザンは父母の影響で シャイアン族と息子ギー族の交渉に興味を持ち、詩を書き始め、12歳の時に彼女の詩がナポリの雑誌に掲載された。家族共に米国へ帰った後、スーザンはニューヨークでラジオと劇場のプロダクションで働いた。そこで出会ったフランク・レイ・ハルジョと結婚し、二人の子を設けた。以後のスーザンの民族運動は、この1960年代中期に始まった。 彼女は、心境の自由とインディアンの権利をテーマに、ニューヨークの FM 局、ワバイで、週2回、シー・イングレットというラジオ番組を夫と二人で、始めた。これはインディアンに関するニュースと解説を、主とした、全米初となる番組だった。また同時に、曲のドラマと文芸の責任者を務め、脚本込みで番組を数百本制作し、即興劇団である、 スパイダーウーマン劇場を設立を助けた。また、ギルバート劇場やサリバン劇場の公演で女優を、務め、歌も歌っている。1970年代には、国際女性デーに合わせ、アリス・ウォーカーや、日記ジョバンニラ20人女性作家の一人として、ニューヨークの、ウィメンズ・ボイセズ・アット・タウン・ホールで、儀式の集会とする詩を朗読した。1972年、アメリカ・インディアン運動が、 ワシントン DC でビアホンブビル選挙抗議を決行。ワバイスタッフとして夫と二人で選挙ビルを訪問。支援を行っている。1974年、アメリカインディアンの権利問題に本格的に取り組むべく、ワシントン DC へ移った。ワシントンでスーザンはインディアンの権利を扱う二つの法律事務所で立法上の交渉役を務めた。1978年、 アメリカインディアン国民会議に加わり、ジミー・カーター大統領から、インディアンの領土と部族の政府の、地位と税に関する保護法案の、基礎スタッフ及び議会交渉役に任命された。1980年代に入り、政権が共和党に変わると、合衆国は、部族学校の支配権の州への異常、インディアンプログラムの予算削減などの方針を打ち出した。スーザンは、 このレーガン政権と真っ向から戦うこととなり、インディアン条約上の権利、個々の市民的自由、領土返還、環境保護、及びインディアン部族としての連邦再認識など、連邦政府が1950年代に取り組んだインディアン絶滅政策の結果、インディアン部族として絶滅したことにされた部族の生存権に関わる連邦訴訟を援護し続けた。 スーザンの政治的働きかけによって、シャイアン族、アラパホー族、ダコタスー族、ズーニー族、タオスプエブロ族、マシャンケットペコー族など、数多くのインディアン部族がその領土、あるいは部族そのものを復活させた。合衆国から返還させたインディアン部族の領土は、聖地を含み、約4050平方キロメートルに及んでいる。また、法律面では、 第三者に対するインディアンの損害賠償訴訟の権利を広げ、インディアン児童保護法、インディアンの領土と部族の政府の地位と税に関する保護法案など450以上の法案を実現させた。その一部に1978年のアメリカインディアンの宗教の自由法、1989年の国立アメリカインディアン博物館法、 1990年のアメリカ先住民の墓地の保護と返還法といったインディアンの文化保護と発展のために重要なものを含んでいる。1984年、スーザンは今回の専務に戻り、6年間にわたって同団体でインディアンの法律上の訴訟案件と文化保護のためロビー活動に専念した。レーガン政権はインディアンに対する連邦融資の大幅削減を行い、 その直接的影響を受けた200万人のインディアンの代理者となった。スーザンの最大懸念の一つは保留地における健康環境の悪化だった。レーガンの打ち出した連邦融資削減は保留地の健康施設の運営を直撃した。健康管理システムの低下は、ただでもがん糖尿病、自殺とアルコール中毒の高い発生率に苦しむインディアンに、 さらに死亡率を高めさせるものとなったのである。1984年、スーザンはワシントン DC にモーニングスター研究所を創設し、代表となる。この組織は、神聖なる大地と、部族の名、象徴、歴史、音楽の保護のための文化的な権利方針の確立を目標としており、インディアンの芸術文化、伝統的な権利をテーマに、 若者たちを相手に主導者訓練のためのイベントを講演している。またこの中でインディアン児童の文化的な生き残りのためのヒーリング・オブ・マザー、アース・ハー・チルドレンの共同創設者も認じている。スーザンは長年にわたる自身の運動の原理は彼女の子供と孫の文化遺産の保護だとし、こう述べている。私たちは自分たちの家族を通して常に数世代を通して 同胞の権利を守ろうとしています。それは私自身をどのように明確にするかということでもあります。私は母親なのです。2008年にアリゾナ大学最初のバイン・デロリア・ジュニア、主君賞小学生になった。フランクレートの間にデューク・ハルジョトとアドリアネ、ショーン・ディベニーの西がある。アドリアネは女優、芸術家、詩人で、夫のジョン・アーラン・ショーンも芸術家だった。 スーザンは NFL のワシントン・レッドスキンズに対して、レッドスキンズのチーム名とチームロゴがインディアンの文化を癒しめているとして、その廃棄を求めて、バインデ・ロリア・ジュニアやマテオ・ロメロラと共に1992年9月12日に、米国特許商標庁で起こした、訴訟の7人の原告団の一人としても知られている。全米フットボール協会は、 訴訟に対して憲法修正第一条の言論の自由を盾に取った。特許商標庁の審査員は全員インディアンに有利な判決を下したが、最高裁判所はインディアン側敗訴の判決を下した。特許商標庁はなおもこの案件は再検討に値するとスーザンらに同意している。現在、この訴訟はブラックホースへ通る V プロフットボールとして、 インディアンの若者たちが原告団となって引き継がれているスーザンたちはオクラホマ大学のインディアンマスコットのリトルレッドの使用廃止に成功しているダートマス大学のインディアンズの名もスーザンらの講義によって変更されるなど全米のかなりの数の高校大学がインディアンに関連する名前やマスコットの使用を廃絶している1994年の ロサンゼルスタイムズがのインタビューで、スーザンはこうコメントしている。こうした名称の変更には、本当に励まされます。それはアメリカが成長し、人種差別に対して、光を当て始めた、本当に良い兆しです。スーザンのインディアン民族のステレオタイプ像に対する、もう一つの取り組みの対象は、ハリウッド映画であり、ダンスウィズウルブズ、ラストオブも悲観。 シャイアン・ウォータムといった映画におけるインディアンの描写に関して白人中心のプレゼンテーションと制作によるインディアンらしさの押し付けが偏見とステレオタイプを強化していくとして反対意見を述べている。インディアンのステレオタイプ、つまり高貴な野蛮人だとか姫だとかスコー、凶暴な戦士といったハリウッド映画におけるインディアンイメージの固定化は インディアンが激しく批判抗議する対象である。スーザンは、ダンスウィズールブズについては、ダンスウィズールブズが示したものは、インディアンの題材は、お金を意味するということでしたと述べている。一方、テレビドラマの、たどり着けば、アラスカでのインディアンの描かれ方は褒めている。先日の、ロサンゼルスタイムズが見のインタビューで、スーザンはこうコメントしている。多くの映画での問題は、未だに、 心根が良く、容姿の良い白人ばかり出てくるということです。もう一つはインディアンについてです。彼らは我々を描くキーワーにデタラメな言葉を話させます。私たちはコーンではなく、メーズを食べます。私たちは歩きません。スキップするか跳ね回るのです。私たちは歌とか音楽ではなく、栄像します。私たちは教会で礼拝するのではなく、 儀式を行います。そのような全てが私たちとはほど遠く、似ても似つかないものになっていて、どの部分においても私たちに当てはまらないものになっています。インディアンは儀式のためにわしの羽や骨、足などを使うが、これは20世紀に入ってわし保護法として合衆国による制限の対象となった。スーザンはこの儀式のためのわしの使用をめぐって、 連邦政府と激しく争っているインディアン運動家の一人である。連邦は現在、事故死したり、不法に殺されたワシの死骸を連邦の倉庫で保管しており、インディアンの儀式用にこれを提供している。連邦は儀式使用に限ってはインディアンに和紙を打ち殺す許可証を発行している。しかし、1997年にニューメキシコで2005年にはワイオミング州で、 サンダンスの儀式のためには死を射殺したとして、インディアンの男性が起訴されている。現在、ワシの使用についての連邦許可を待つインディアンの、累積数は、5000人に上っている。スーザンは、連邦政府への抗議の中で、こう述べている。覗き見をやめてください。あなた方は、この特定の男性の宗教の詳細についてあれこれ、調べる必要はありません。 スーザンはインディアンが抱える肥満と糖尿病、失明、突然死の予防には食生活の改善が欠かせないものとして伝統食への復帰を掲げ、スローフード運動にも取り組んでいる。ことに、19世紀末にインディアンに広まった揚げパンの悪影響を挙げて、インディアン運動家たちと共に、フライブレッドキルズのスローガンを掲げ、この食べ物の根絶キャンペーンを行っている。インディアンが、 保留地に遊兵された19世紀末から、合衆国は彼らの伝統的な狩猟や採集を禁じ、インディアン条約に基づいて、領土と引き換えに保障した年金として、食料配給を始めた。支援食品の名のもとに配給される、この食料は、小麦粉や砂糖やラード、バターなど、高カロリーで高脂肪なものばかりだった。インディアンの女性たちは、偏ったこれらの食材を工夫して、 揚げパンという食べ物にした。やがてこれはインディアンの伝統食として彼らの食卓の主位に立ってしまった。スーザンは揚げパンがインディアンにとっての第二の火の水だとし、その問題点として不健康さを指摘している。それは白小麦粉、塩、砂糖、ラードでできていて大多数のインディアンは乾燥牛乳からブドウ糖と乳糖を補うことになっています。揚げパンは 重さも厚さもサイズも、フリスビー並みに大きく、揚げたラードに加えて、さらに茶さじ5杯分の脂肪が加えられています。揚げパンは、インディアンたちがバッファロー、ヘラジカ、鹿、ナナメントリ、トウモロコシ、豆、スカッシュ、どんぐり、果実、マコモなどの本物の食べ物を奪われた日から、西洋文明による贈り物でした。揚げパンは、 配給からの自由への私たちの長い道のりを象徴しているのです。スーザンらの運動にもかかわらず、揚げパンはすっかりインディアンの食生活に根を張ってしまっていて、その改善運動ははかばかしくないことをスーザンも認めている。それは美味しいのです。そして反対運動を難しくしています。スーザンは配給に頼る食生活とこれに対峙する伝統食運動は、 インディアンの経済と環境に直結した問題と捉えている。偉大な文化の中では、本来の伝統的なパンは、文字通りに健康、幸福、富を表しています。伝統的なパンや食べ物は、どれも世界的に見て、最良最大級なものです。ホッピ族のピキや、ムスコギー族のソフ系などのトウモロコシパンや、タマーではインディアンがなぜコーンを、 創造主の最高傑作の一つと考えるのか、私たちに思い出させます。カボチャ、野生玉ねぎ、生地、ひまわりの種、くるみ、豆、グリーンチリ、ブルーベリー、ハックルベリー、サツマイモ、ピニョン、カマス、ユッカ、生鮮物、乾燥物、あらゆるベースで始まる偉大な伝統の料理は簡単で、少しばかりの食材で十分毎日の料理を強せるのです。水と、 クズ、コーンミール、カエデミツや、伝統的な増年剤を入れてかき混ぜて、気持ちの良い形に仕上げるだけです。ポカホンタスのように、白人の映画にはインディアンの姫が登場するが、現実のインディアンの社会は、階級や身分のない平等社会であり、王も、姫も存在しない、インディアンの女性を表す別称、ロサンゼルスタイムズ、ジョージ・メイソン・ユニバーシティー、S ヒストリーニュースネットワーク。 ありがとうございます。